三河武士の館、家康館は愛知県岡崎市厚生町にある歴史博物館。1977年8月に創立40周年を迎えたトヨタ自動車が記念事業の一環として岡崎市に5000万円を寄付。これを基金として岡崎公園内に歴史博物館を建設することが決まり、1979年6月岡崎城。 家康館建設整備委員会が発足した。同年12月1日、名古屋市西区の裏の設計事務所の設計案が6社の案の中から採用された。1980年6月17日、家康館の工事は、清水建設名古屋支店が4億2400万円で落札。市は全体の事業費のうち2億5000万円は寄付金で賄う計画を立てた。 衆参同日選挙執行後、内田義久市長が公選法違反容疑で逮捕され、6月30日に辞職。同年7月時点で寄付金は約1億1700万円が集まったが、残額の集金が危ぶ生まれた。建設業界や土木業界には指名競争入札制度を盾に、数千万円という単位の寄付の割り当てが行われていたことが市議会で明らかにされ、 8月から9月にかけて、市内の業者が贈賄容疑で多数逮捕された。1982年11月3日、開館。総事業費は約9億5000万円と言われる。館内は、地下1階の常設展示室、他1階展示室、特別展示室、甲冑試着体験室、映像コーナー、書籍コーナーがある。このうち常設展示室では、 徳川家康や家康に仕えた三河武士の人間像、時代の移り変わりなどを展示している。このほか、甲冑儀体験室では、甲冑の試着や、写真撮影ができる。2006年3月21日にリニューアルオープン、している。このほげ影う切れのレプリカや小巻、長く手合戦図屏風、落中落外図など、ありがとうございます。